はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。予言者育成学園を、やっていきたいと思います。前回からいくつかの予言をしまして、その結果がどうも一部まとまったようですね。答え合わせを してほしいと言われたので、答え合わせをしてみましょう。どういう演出になるんだろう。お、ラオウは、さあラオウはこれですね。イオンがラオウの総選挙を実施します。したその、1位は何かということで、まあ、醤油味とか、豚骨味がある中で味噌味を選びました。オッズは 3.8 倍のようです。果たして味噌が選ばれるのか見てみましょう。おー、動きますね。醤油かな。止まりそう。醤油で、やっぱり醤油か。強い。なんかすごく残念そうな音楽をかかってますね。あ、でも一応経験値はもらえるんだ。味噌にダブルスコアつけてますね。結局定番を選ぶか。おや、どうしたの。誰やねトランス一味って。かわいい。敵なんやろうなこれ。まあやってみましょう。今日は木曜日です。木曜日になったばっかりです。ということで、木曜日の選手を集めてみましょう。といっても一人はやっぱり強いものを選びたいですね。 A クラスが今2人いるんですが、この先を土曜日の、相手を選びたいと思います。あ、やっぱり即勝てるわ。もうちょっと骨のある相手と戦わないといけないようですね。おっと、投資したゴールドの中の 25% を取り返すことができたと書いてますね。10ゴールド取ってるのは四捨五入です。3ゴールドですね。お、しかもフレンドができた。他にも予言の結果って出てるんだろうか。ラオウ、これは何だろう。あー、ドラえもんが強いのか。映画は定番ですね。なんか宝島ですからね。ヒゲジイとかこの辺はまだ予想してないんだろうな。タカラトミーが出す Z って何。あれ、5つ結果が出てんのか。さて、キノコの話はこれを予想してるんですが、談話室見てみましょう。最強、霊長類最強女子の吉田さんを知ればいい。
でもなんかね、キノコ不利ですよね。私キノコ派なんですが、どんだけキノコって敷いてあげられなきゃいけないんだって思ったりします。答え合わせ間違いやけに長いな。まあいいや。そう、この 115K 車両デザイン、新潟なんですよね。で、新潟はあの、まあ湘南色が 115K の標準色なんですけど、国鉄末期から JR 初期にかけて次々と新しい色を開発して地域密着型を目指したんですけど、新潟色といっても3種類ありまして、さらに懐かしの新潟色という昔のさらに古い世代の旧型国電の色を復刻した、まあ 115K にはもともとない色もあったりするんです。で、自分はやっぱり湘南色はあまりにもいろんなとこが復元している、 JR 西日本でも塗り替えないで湘南色のまま岡山で走ってる車両にこの前正月に遭遇しましたしね。やはり新潟といえば新潟色だろう、弥彦色はちょっとローカル色は強すぎるんじゃないかということで、新潟色、その中でもまあ目立つ奇抜な一時色を選んだということですね。発表は夏だという、結構待たされますよね。まあいいでしょう。出題中のこの地下工事も投票しました。何だったっけな、丸の内ビルディングだったかな。あーでも足りなかったんかもしれないよな。明治屋とかも結構いいかもしれないですね。とこれで教えてほしいというふうに出てますね。なるほど、これが大きく変わることはないんじゃないの？対するか。でも結構入れ替わってますよね、順位が。なんでこんな山の楽器が次々上がるんだ？新宿より東京って言ったら渋谷の方が美味しいんじゃないかなと思ったりしますよね。中央区か、みんな中央区だけどな。丸の内ビルディングを巻き返しはなるかって言ったら、やっぱり畳の絵できるんだ。ただ畳の山の楽器を予想してるみたいですね。あ、でも
あ、ただのにできるんだ、フレンドが。じゃあ、ただのにしましょう。そして、戦った後はアムカラと戦うみたいです。メンバーこのまま行きましょう。これも勝ちますね、さすがに。OK です。さあ、ルーレットスタート。お、なんだ？動きが。おー、ラグビーにアップしました。あ、でも同じものを持ってたみたいですね。だからランクが上がるのか。さて、他にある予言は、パラリンピックはすでに予言済みです。これはまあ競技の数自体は少ないんですけど、金も含めて9個から10個取れるんじゃないかなという予想です。それから、人形の秋月、これは誰になるのかなと。あー、藤井聡太もあるのか。六段になりましたからね、やっぱ将棋の中では話題になる。あ、ただのりはできないんだ。と見てみましょう。藤井さんは、藤井六段は未成年ということが話題してるんじゃないかなと。ただ過去の実績を見たら、期待値というよりもうすでに実績上げた人が選ばれてるっていうのがあるんですよね。 AKB はどうでもいいや。これは3月20日で予想しました。だいたい21か22っていう人が多いみたいですね。これはもう季節次第でしょう。ここ数日本当に暖かくなってきましたよね。で、3月10、11日のシネマ。これはドラえもんだろう。自信あり。さあ戦いましょう。誰だあれ。なるほど、まだ所持してないということで、ちょっと選抜してみましょう。OK です、いけそうです。はい、獲得です。
さあ確率にレベルを上げていきます。ウンゴストレイドッグスか。ウルトラマンも最近いいですよね。続いてガールズゲームアワード、なんだろうこれ。夢色キャストと刀剣乱舞が争ってみたいですね。夢色キャストってなんだ？ちょっと解説を見てみましょう。コードリアライズ、名前は聞いたことあるな。ミニカル劇団の格闘家、完成ゲームゾーンの中間発表で1位になったから人気になったんだ。アイリッシュセブンも聞いたことある名前ですね。刀剣乱舞、刀剣乱舞は知ってますね。アイリッシュセブンあたりも不気味だな。なるほど。刀剣乱舞のアニメってなんか最近やってなかったっけな。ちょっと難しいですね。10だけ予想しましょう。このメンバーで。勝ちました。あ、失敗。初めて失敗しましたね。あとは何だろう。ゲームですね。ゲームで一番になるソフトって何？ FF15？ 北斗が行くというのが結構評判いいみたいで。モンハンワールドですね、3位が結構離されて。なるほど、ケンシロウになるゲームか。セガが出してる。英雄伝説か。ちょっとひょっとしたらマニアックなのかもしれないけど。モンハンワールドはすでに発売済み。スプラトゥーン2はもう大昔ですからね。やはり選ばれるとしたら、あたりからだと思うんですけど、気になるのは英雄伝説なんですよね。北斗一択。って言ってますね。モンハンちょっと古いですからね。
英雄伝説では難しいかな。だから絶対数が稼げるわけじゃないっていうのは難点なんですよね。北斗でいきましょう。20ポイント。誰だ？ブランシェ。ここはサクッと行きたいとこですね。倒しました。ルーレットスタート。行きましたね。獲得です。さてと、あと1回ですね。予言テストも確実性が低いな。ちょっとその教えてジャン先生を見てみましょう。なるほど、高野花部屋の2人なわけですね。一方彼は重量、重量へ勝ち越してるっていうのは強力だよな。下で4勝3敗だから、4勝3敗か。安定感はありますよね。まあ重量が経験ないんで、その辺がどうなのか。さあ見てみましょう。なるほど、源氏の方が有利と。じゃあ2つ多いにしましょう。これで行ってみましょう。今度は誰だ？あれ、この人いたような気がする。いいでしょうね。どうだ。あー、行きました。
はい、これで OK ですね。このゲームはですね、通常召喚が、1日1回無料で取れます。で、結構通常召喚でも A とか B とか力になる選手というかキャラが出てきますので、こちらを、行ってみたいと思います。ワクワクします。さあ、何が来るかな、何が来るかな。ローレライ、いいですね。バトル券を消費してちょっとやってみますか。なかなか強力メンツみたいですね。まあ相手はかなり強力です。先制攻撃来た。強力すぎる。勝てそうにないですね。強いです。負けました。おっと、復活している。
で助かって、わあ、そうなんですけどね、取れた、あ、勝てる、勝ちましたね、白鏡の勝利。青かゲットしました、これは強い、強力です。この辺は謎ですからね。ひとまず今回ここまでですかね。というわけで、プレイしてみました。
中赤い、クイズじゃないですけど、予言に答えつつ、バトルもやって、キャラを強化していって、戦う。なかなかいいんじゃないでしょうか。引き続きですね、予言をしながら、バトルを進めていきたいと思います。ゲーム動画でいこうではチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録していいよという人は、ぜひともよろしくお願いします。ブログやツイッターやっております。説明欄にリンクを記載しておりますので、よろしければ見てください。またですね、最後20秒で流します関連動画、関連プレイリストの方も、見に行っていただければ幸いです。はい、ご視聴ありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。